県北九州市小倉北区田町にあるエミーレ。 JR 小倉駅から徒歩で11分のところにあります。 100% 天然の蜂蜜にこだわられて作られたトーストやドリンクが楽しめる蜂蜜専門店。蜂蜜好きにはたまらない本格蜂蜜メニューがたくさんありました。店内は開放感あふれる空間。この日は朝の11時ごろ。メニューはこんな感じで、すべてが蜂蜜を美味しく味わえるラインナップです。国産、外国産問わず天然の蜂蜜にこだわった商品がありました。今回注文したのはこちらのクリームチーズとあんこの蜂蜜トースト。少し厚めなトーストの上にとろーり蜂蜜、そして豪快にあんことクリームチーズが乗っています。そしてドリンクに注文したのは蜂蜜きなこ牛乳。きな粉がたっぷりと入っていました。蜂蜜の優しい甘さときな粉の香ばしさが絶妙にマッチしています。焼きたてのトーストの上でクリームチーズが滑らかに溶け出しました。さっくりとした食感のトーストにたっぷりの蜂蜜が染み込んで甘さが広がります。蜂蜜本来の自然な甘さはくどさがなく、体にも優しく健康的。甘さ控えめなあんことの相性も良く、クリームチーズのクリーミーさがいいバランスになっていました。この日は一人で来店しましたが、この美味しさを誰かと共有したくなるほど魅惑的なトーストでした。そしてこの優しいドリンクにぴったりです。エミーレで提供している蜂蜜は応用家さんから直接仕入れているので安心安全。天然の蜂蜜ってだけでカロリーの高いパンもちょっとだけ罪悪感なく食べられました。他にもシンプルで蜂蜜の優しい甘さを楽しめるメニューがたくさんありました。気になる方はぜひ行ってみてください。福岡県北九州市小倉北区にあるベーカリーイッツソーグッド。西小倉駅から徒歩で13分。毎日約90種類以上のパンが並ぶおしゃれパン屋さん。北海道産のバターや牛乳を使用した素材にこだわられた様々なパンに見とれちゃいます。この日は休日の午前中、厳選された材料を使い手作りにこだわった豊富な種類のパンが楽しめます。定番パンから少し変わったパンまで、見ているだけでもワクワクする店内。特に冷蔵のショーケースには色鮮やかな可愛らしいサンドがたくさんありました。ご覧の通り新商品も豊富です。ポンデケージョやくるみパンなどの定番パンも美味しそうですが、私が気になったのはお惣菜が豪快に乗ったオープンサンド。いろいろな食材を使用したサンドが個人的には魅力的に見えました。驚くくらいに美味しかったパンも見つけたので、早速ご紹介します。
スイートコーンのオープンサンド。ふんわりトーストの上にはたっぷりとコーンが敷き詰められています。自家製のベシャメルソースもたっぷりで濃厚クリーミーな味わい。夏に食べたくなる甘くてジューシーなトウモロコシはおすすめです。たっぷり練乳ミルク。先ほど驚いたと言ったパンはこのこと。ふわふわフランス生地にたっぷりと染み込んだ練乳の量に驚きました。プチプチっと音を立ててちぎれるパンを見ての通り、練乳がひたひたに染み込んでいます。今までに出会ったことがなくて甘党にはたまらないパンです。こちらはバター香る新玉ねぎパン。ピスタチオ塩バターパンも美味しかったです。おすすめパン屋さんなのでぜひ行ってみてください。そしてこちらは福岡県北九州市小倉北区京町にある城屋ベーカリー小倉店。 JR 小倉駅から徒歩で2分のところにあります。創業以来70年の変わらない製法で多くのお客様に愛され続けているパン屋さん。福岡を代表するパン屋さんで多くのお客さんがいつも列を作っています。博多駅構内にもありますが、小倉店に来たのは初めて。博多駅には城屋ベーカリーを代表するパンが数種類購入可能ですが、小倉店にはその3倍くらいの種類があって驚きました。そして価格がとてもお手頃で皆さんたくさんのパンを買われていました。並んでいる皆さんスラスラっと注文されていたので、地元の人たちから愛されていることが伝わってきます。学生から年配の方まで幅広い方々が城屋ベーカリーのパンを求めて並んでいました。シンプルなパンはまとめても購入できるそうです。こんなにも種類があるなんて知らなかったので本当に驚きました。菓子パンも惣菜パンも一通りの定番パンが並んでいます。そしてこちらが一番人気のサニーパン。こちらももちろん注文します。一番人気のサニーパン。サニーパンは城屋ベーカリーの中の看板パン。昔ながらの製法で作られたシンプルな生地の中にはたっぷり練乳が入っています。生地は水分が少なくしっかりめです。生地に染み渡る甘い練乳を楽しむことができます。そして次にご紹介するのはこちらのあんバター。自家製のあんことバタークリームがサンドされています。クリーミーというよりも爽やかなタイプで、生地も柔らかく夏でも美味しく食べられそうです。次も私の気になったパン、焼きカレーパン。こちらは新商品でした。黒毛和牛を使用した自家製カレーが入っている贅沢カレーパン。お肉の食べ応えもあり、スパイシーな感じが夏にはぴったりです。そしてこちらは塩パン。バターがたっぷりな塩パンでした。外はパリッとした生地、ほんのりと塩の風味が広がり、バターのリッチな風味もたまらなかったです。シンプルながらも深い味わいが楽しめる美味しいパンでした。最後まで見てくださりありがとうございました。こちらのチャンネルでは C がおすすめしたい美味しいお店をご紹介しています。最近は Vlog や旅先グルメなどもご紹介しています。気になる方はぜひチェックしてみてください。そしてチャンネル登録や高評価していただけると励みになります。以上 C でした。バイバーイ。